皆さんこんにちは、大堀123でございます。動画の収録はかなり久しぶりになってしまったんですけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、私大堀123ちょっとね、まあとっておきのお話をですねしてまいりたいというふうに思うんでございますけれどもね、1月の14日私大堀123はですね東京の方に実はおりました。もう日帰りの超弾丸旅だったということなんでございますけれどもね、結論言えば非常に楽しく面白く感慨深い旅になったわけなんですけれどもね、旅の大きな目的っていうのはですね、お茶の水というところにね行くということがあったわけです。お茶の水といえば本の町でもありますね。スポーツ用品店なんかも結構ちらほらあるわけでありますけれどもね、動画で言うぐらいなんですから、やっぱりお茶の水っていうのはこういうことでも有名なんじゃないですかね。楽器の聖地ということなんじゃないかと思うんですね。楽器店が一気に集結したような地域がねあるんでございましてね、その東京の茶の水で僕にとって理想のアコースティックギターを1本選ぼうというですねコンセプト、数あるそのアコギの中からですね自分がある程度決めてた候補がありまして、そこからですね弾いてみたいものをピックアップしていろいろ弾き比べてですね、ルックスもそしてまあ音ということ、あと弾き心地も含めてね、どういうギターが自分にとっていいかって、それを選ぶかっていうことをねやりたくてね、お茶の水は3回か4回ぐらい訪れてはいるんですけれども、お茶の水でそのギターを1本選ぶというのはもちろん初めて、そしてまた、ね、念願の夢だったわけでございます。もうほんの短い動画とかね、写真も交えながら皆さんにお送りしていこうかと思うんですけど、お茶の水の話をする前にですね、まずはですね、東京着いてからですね、羽田空港からですね、すぐに向かったところがありました。どこだったでしょう。さあ皆さん、ぜひ、そのご覧ください。皆さんどうも、大堀一さんでございます。今日はですね、なんといきなりなんですけど、建物一部しか映せませんが、ユンブとか来ております。今回誰かのライブのツアーがあってるらしくて、今日朝早く来ております。もう9時に来てます。今鳥居が見えてると思いますが、靖国神社でございます。お茶の水の楽器選びにということでね、ご縁がありますようにということで神様にお願いをしてまいりました。今日は、ね、非常にまばらですけどね。今見えていますのは大村益次郎のそうですね。日本における軍隊組織っていうのはこの大村益次郎がいなければ成立しなかったと言われてますね。非常に合理的な軍編成を行ったということで有名な方ですね。ちょっと眉毛がね太すぎますけどね。これもう靖国神社日本武道館、もうここに行ってきたんですよね。2カ所初めて訪れたんですけどもね、東京に来られたらやはりこの、ね、靖国神社というところにお参りされる方も多いかと思いますけれども、日本史好きの僕にとっては大村益次郎の像をぜひ見てみたかったんで、間近に見れてよかったなっていう思いがありました。やっぱ何より音楽の聖地と言ってもいい日本武道館を見れたっていうのはなかなか感慨深かったね。写真でもご覧になったと思うんですけど、武道館って書いてあるのがなんとも最高でした。そして気合入れてお茶の水に即行ったわけでございます。ここからいろいろと本気になってギターを選ぶひとときが始まるわけでございます。ぜひちょっとご覧になってみてください。どうぞ。ついに楽器の聖地だからお茶の水に来ましたが、まずはですね、黒沢楽器のお茶の水駅前店というですねところからスタートします。本当のギター選びが始まる。怖いなと思ってます。4時間5時間ぐらいかけてそのギターがあるかどうかは分かりませんが選んでいきます。キャルテいきます。今回ね、黒沢楽器という有名な楽器屋さんをですね、こう回らせていただいたんですけれども、お茶の水駅前店弾き比べの1軒目ということだったんですね。ギブソンのアコースティックギターを中心にその弾きました。ギブソンの J45、J200、J200 のパーラーだったりね、J160E だったり、かねてから注目していた機種をですね、いろいろ弾いたわけでございます。黒沢楽器さんオリジナルのカスタムモデルなんかもね、弾かせていただいたりなんかしました。まあ、ギブソンらしいサウンドはもちろんのこと、個性的なね、サウンドというものがですね、あったということには間違いなかったですね。ずっと弾きたいと思っていたギターをね、弾くことができたということがまず嬉しかったということですね。ストロークからアルペジオからもういろいろやってみてね、どの音がいいかなって候補をね上げていってね、もう至福の時だったということは間違いのないことですね。その1軒目を後にしましてね、途中ではですね、神田のやぶそばっていうのをねいただいたりとか、たい焼きなんかもいただいたりなんかしてね、非常にそのグルメの旅もありましたけれどもね、川瀬楽器というですね老舗の楽器屋さんに行ってね、この3ピックをね手に入れてきたりなんかしました。そして2軒目行きました。黒沢楽器さんの G クラブ東京というところにね足を運んでまいりました。そのシーンをちょっと少しご覧になっていただきたいと思います。どうぞ。今度はですね、同じ黒沢楽器ですね、 G クラブ東京に今日は引き抜きます。
か、アコギがすごいこの人が多いで、とにかくちょっとね、気に入ってきます。アコギも弾いたんですけれども、実はエレキも1本弾きました。ギブソンの ES330 というですね、エピフォンのカジノというですね、ビートルズが使ってたことで有名になったやつがあるんですけど、そのまあギブソン版っていうのがあってね、59年仕様の ES330 というものを再現したモデルがね1本あったんで、それをどうしても弾きたかった。見た目も好きなんですけど、あったかい音が大好きでね、弾いたらめちゃくちゃいい音してたね。カスタムされた P90 ピックアップが乗っててね、タイトな音でありながらどこかそのふくよかさもあるという音がしてましたね。対応してくださった店員さんがね、いろんなことを教えてくれてね、でもそれもまたね楽しくて、まあもちろん知ってることもいっぱいあったんだけど、納得させられた部分もあったりなんかして、だよねなんて話をしながらですね、やっておりました。上の階がねちょうどギブソンのアコースティックのコーナーでした。まあちょっとまだそこでは思想はしないで、G クラブ東京を後にして、その隣にあるですね、同じく黒沢楽器のドクターアコースティックというですね、これを訪れました。残念ながらね入り口は取ってなかったんだ、忘れてしまっててごめんなさい。でもいろいろ弾かせていただきました。黒沢楽器さんオリジナルの J200 と、黒沢楽器さんオリジナルの J45、 THE64 の J200 と、それから1968の J45 というですね、もう完全再現、斉藤和義さんのシグネチャーの J160 弾いたりなんかしてね、でもその3つに絞りましてね、総計その時は5、6本ぐらい弾いたのかな。そのドクターアコースティックに置いてあったこともいい音してましたね。ストロークというものの豪快さもありましたけども、スフィンガーピッキングなんかのメローなこうトーンなんかも非常に素晴らしかったですね。でね、そこで対応してくれた店員さんがすごくいい店員さんで、いろんな楽器店に行ってね、その店員さんといろいろ話させていただくじゃないですか。その中でもね、ほんと一番いい店員さんでしたね。アコギに対するその、まあ、考え方とか価値観というものだったりね、生意気ながら話をねさせていただいたんですけど、その方もね僕とまあ同じような考え方を持ってらっしゃった方で、もう気が合いましてね、同じようなね思いを持ってくださる方々がいるというのは嬉しかった。互いのそのアコギに対する思いというものをいい意味でねぶつけ合いながらですね、いろんなそのディスカッションをしながらそのギターを選んでいこうということになったわけで、すぐにその後にまた G クラブ東京に引き返した時に、まあ、その店員さんもね、もうせっかく遠くから来てくださったんですからということで、ついて行ってくれて、 G クラブ東京にあったちょっといいなと思った個体をピックアップしてくれて、それでこう弾かせてもらったりなんかして、同じ個体があるじゃない、同じ個体は例えば弦高の高さやそのネックの反りなんかを全く同じ条件にして弾かせていただいたりなんかもしました。せっかくいい一本見つけるんですからということで、もう納得いくまで弾いてくださいって言ってくださってね、いやもう本当はもう恐縮してましたけどね、本当ありがとうございますって感じで、そこで今も言ったその3機種の中から1本選んできました。残念ながらですね、私の手元にはまだ届いておりません。いろんなセッティング等々も含めて納期には1ヶ月ほどお時間がかかるということでございましたんで、皆さんにその新しいギターをお見せするのはちょっと後になりますけれども、今3つのそのギブソンのアコギが候補に上がったと言いましたが、ちょっと予想してみてください。もう今回のアコギ選びほど神経を使ったってことはなかったね。アコギってものは弾いてみないとわからないって僕は常日頃、この動画を通じてもね言ってきているわけなんですが、改めてね強く言いたいですけどね、もう弾いてみないと本当にわからないですよ。なんていうかな、自分の理想のその個体に出会うまでにどれほど時間がかかるかっていうことですね。アコギを一歩選ぶというコンセプトを立てた自分にとってはね、本当に改めてね痛感させられ、そしてまた改めて勉強になったということでもありました。もうね最初の時はニコニコしてたけど、最後の時結構もう真顔になってね、こうね特化引っかいしながらやってた。これはねある意味疲れましたけど、もちろん充実感もあったって感じでね、いろんなことを勉強させられた瞬間であったわけでございます。まあ、この場をお借りしてってわけじゃないんですけれども、黒沢楽器の皆様ご苦労もかけさせてしまいましたけれども、でも本当にその中で自分にとっていいギターを1本選ぶことができたんでね、本当に嬉しく思います。手元に届けばガンガン弾いていきたいと思いますので、感謝しております。本当にありがとうございました。東京に帰る時はもう何とも寂しかったよ。羽田の夜の帳が降りてね、なんかちょっと涙が出そうなぐらい。でもまたなんかこんな調子で何回かね機会があればまた東京お茶の水訪れてみてもいいんじゃないかなというふうに、ちょっとね自分の中でそういう思いが芽生えてきたということもありましたけどもね。夜の羽田に来てます。今日お茶の水弾丸ツアー日帰りということだったんですけど、非常に楽しかったです。ドット力の妙な喪失感というのもすごいんですけど、これからですね、またこの活動につなげられるようにですね頑張りたいと思います。結局選んできたのは何だろうか、ぜひ楽しみにしていてください。私にとってある意味一大イベントと言ってもいい、そのお茶の水の旅ということでね話したわけなんですけど、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それでは。